願いという歌です。広島の高田龍一さんが作って、この今日は4番まで歌いますけれども、実際は何百万まで、世界中でいろんなところで次の歌が作られたという、エピソードがあります。何番までいったかは、高田龍一さんに聞いてみてください。中学生が歌詞作ってるよ、はい、それ言った方がいいじゃん。最初の歌詞は中学生、広島市立大須中学校3年生有志の方が最初の歌詞を作ったそうです。では行ってみましょう。Yeah.